日本鳥取県米子市小高町小高町は鳥取県米子市の町名。郵便番号は683-0814。2011年6月1日現在の人口は208人、世帯数は123世帯。江戸期は米子城下18町の1町。城下町の北部、外堀の北岸に沿って位置する。本通りに面して東西に伸びる、地で、東は、 西倉吉町、西は岩倉町に隣接する。町の相馬数は約100件、別に合いざ通り108件、天神工事27万があり、西倉吉町とは、鴨川橋が境界である。反省時代を高町の町六は、御座、畳表で、後に五服、太物、小物も,も認められた。町六のうちで、御座、畳表については、 西倉吉町も認められているので取り扱いをめぐって、加営年間に、両庁の争いもあったが、一方では、出雲表などを勝手に、与那子城下や在方に売り歩くものがあるのを厳重に、取り締まってもらう、要両庁共同で申請もしている。五福、太物、小物は東、西倉吉町でも商いを認められており、城下町の中心部を占める町として、 当庁の商業活動は盛んであった。当庁の新正寺筋には19世紀初め頃の文化年間から繁栄の夜名子愛生座が設けられた。現在の小高町中央遊園地から鈴前寺浦にかけての一帯が相座敷地であった。元禄8年の個数は家持ち23、借屋45、明治2年には表世帯39、裏世帯46。 人口302人。調整志向の明治21年には、商業45個、農業5個、造業41個、漁業1個、計92個であった。当庁の古い商人には、宮本、菅馬、村上、野郎、松本、四田、坂口、木瀬、桶谷、小島などがあり、幕末期から住んだ、今井薫祭、古林あず祭は、医師、学者として有名であった。 小高町は、戦国時代まで、西放棄の中心であった小高城下からの、商工業者の移住によった町名とされる。明治30年代の当庁の営業者状況を見ると、坂口平米明治終わり頃に、新商寺筋が整備されたが、明治の初め頃にかけて、前期営業者のほか、大正12年間の地方案内によると、昭和期に入ると営業を、合名。 公資会社組織にする商店が現れたり、営業品目を変えた店、新開業の店も見られる。昭和9年間の米子商工案内によって、それらの事情を見ると、今井く分堂は、土寮工、理科学機械も取り扱い、大谷印刷所は、オフセット印刷で営業を伸ばし、野沢屋は、缶詰、洋酒類、うどん、玉すだれ製造を加えた。屋は薬酒、絵の具よりも、 近代的な建設資材店に営業を、買いセメントタイル、レンガ、煙突、風呂釜、左官材料店となった。新開業の店では、新商事筋での製造業や料理業などの出店が目立っている。会社組織のものは営業税不明であるが、個人名義のものでは、長瀬商店175円余り、別所商店120円余り、紙には常吉商店87円。 安木屋53円、旗の商店、勝田商店37円余り、渡辺仏具店28円余り、中島正格堂22円などである。昭和61年の国勢調査による事業所は建設業3、製造業2、卸小売飲食68、サービス業18となっている。坂口商店、ありがとうございます。